おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はソロの光一くんだよ。よし、頑張るぞ。光一くんは行動範囲の広い遠隔操作とリーチの長い近距離攻撃が特徴のかく乱タイプキャラ。あとはエコースタンプを投げつけてちょっとだけ遠距離攻撃もできるが、やはり本領は音を貼り付けることによる居場所のかく乱。そしてソロ戦で光一くんを使うので最も大事なのはとにかく極力本体戦を避けること。極論一度も見つからずに遠隔操作のみで蹴りをつけられるのが理想だが、そううまくはいかないので色々と工夫が必要。スリーフリーズがないと近距離タイプに追われた時何もできないので、プレイヤーが少なく最低2体ダービーの資格が取れる位置を狙ってスタートできると美味しい。さてアルティメット一発解放はできたので、あとは欲張らずに身を潜めながらアイテム集めに限る。待ちな。いかんホルホースに見つかった。光一くんの足の遅さに火力とこの地形ではまともにやり合って勝ち目はない。とにかく最低限反撃だけはして建物に飛び込もう。よし見てこよ。そもそもホルホースは攻撃を当てても超スピードで離脱されるので、光一くん本体ではまともにダメージを稼ぐのも困難。戦うならエリアが狭くなった後に遠隔操作で攻めるに限る。よしこのまま建物を逃げ回って回復アイテムを取り続けていればやられることはない。ホルホースだってアイテムを集めないといけないのでいつまでもこっちに構っていられないだろう。よしこんなところに死角も一体残ってた。あとはなるべく見つからないことを最優先。近くにハイディオ様やリゾットのシルエットが見えるが、今は攻撃を仕掛けるよりも見つかりにくいポジションの確保だ。よしここならプレイヤーも少なそうだな。ひとまず遠隔操作で周囲の索敵と付近のプレイヤーへの攻撃だ。距離10メートル!行こう!む、次の安全エリアが遠い。早いところ安全エリア内に移動しないと遠隔操作もできないし移動中に狙われるのも危険だ。あそこから来るのはキラか。食らわせろ!ホルホースから逃げているキラの背後から狙う形になって下がってくれたな。ここは交戦している場合ではない。とにもかくにも安全確保が最優先。プレイヤーの位置を把握するまで迂闊な遠隔操作は危険だ。こうやってエリアの縮小に影響を受けやすいのがソロの光一くんの辛いところだ。さて次の縮小範囲も反対側だな。移動中に見つかって進路を塞がれたらたまったものではない。ここはエコースタンプを使って居場所のかく乱をしよう。こうやって偽物の足音をばらまいておけばこちらの動きを見られる可能性が下がる。その隙に遠隔操作を行うためのポジションを確保しよう。よしあそこなら誰もいなさそうだな。さてようやく遠隔操作に集中できる。移動中に見たところ、残っているのはホルホースにキラ、あとはハイディオ様が一人か二人いるのが確認できたな。近場でリゾットが消える音もしたけど、見つからない限りは後回しでいい。この障害物だらけのエリアではホルホースと一時結託しようとしてもうまくはいかないだろう。いた!あった!やはり狙うべきはハイディオ様。無理やり吸血を続行したようだがシールドは消し飛んだ。しかしまだもう一人ハイディオ様がいるので油断してはいけない。ワールド!いかんロードローラーだ。ここはスタンドを引っ込めて対応。飛ぶがいい!ムカついてきた!どうして?ここから無事で帰れるのなら、ゲリバラ抱えて公衆トイレ探している方がずっと幸せって願わなくちゃならないんだ!よしハイディオ様撃破。さっき吸血中に殴った方はロードローラーで吹っ飛んだな。さて最後の一人はどこだ?いけ!いた!これならどうだ!よし見つけてしまえばこっちのもんだ。このまま一気に仕留める。今度は逃がすもんか!失敗だと?僕を捕らえることはできないよ。後半は完全に姿をくらまし遠隔操作で奇襲を連発して勝利。露伴先生と違いリーチの長いエコーズは、高台の近距離タイプに一方的に攻撃できるのが大きい。弱点が多く自分の得意分野に持ち込むのが難しい光一くんだが、ハマった時には他のキャラにはないいやらしさを発揮できる。それでは次の対戦行ってみよう。誰が相手だって負けないぞ。ところで光一くんは次のシーズンの調整で他のキャラが出す擬音の探知範囲が拡大するという面白い調整が入る。探知範囲はなんと 30% も拡大。
ソロ戦ならば以前よりも遠くからのプレイヤーの接近に気づけるので早めに対比行動に移れ、高一くんの足音の小ささも相まって相対的に自分の居場所が探知されにくくなる。バレていない時は遠くのプレイヤーを探知できることで遠隔操作で奇襲しやすくなるし、ペア戦ならそれを相方にも教えられる。お、正面のダービーの死角をプレイヤーのリゾットが狙っている。開幕なのでまだ相手がシールドを取っていない場合、5発攻撃を当てれば倒せる。手加減しませんよ！何者だ？とはいえ向こうの火力も高いので単調な動きで仕掛けに行くのも危険だ。アクトワーク！時間が欲しいのだな。狙い撃ちされないように障害物を使うとその分こちらの狙いが定めにくいな。結局息切れした隙を突かれてダービーの死角を持っていかれてしまった。しかし下がったところを見るにダメージはそれなりに大きかった様子。射撃持ちに追い回されるのは高一くんにとってかなり嫌なので、下がらせられたのはそれはそれでよし。アルティメットも一発解放できているのでシールドを集めれば戦える。さてシールドも取れたし投資アイテムも確保。今のうちに遠隔操作で周りを削っていきたいところだが、投資アイテムを取った他のプレイヤーが来る可能性もあるので遠くばかり見るのは禁物だ。やるぞ。邪魔だ。ショルモ、ショバーナ。ショルノは終盤残られるとスリーフリーズも効かないので残したくないキャラだな。しかし周りにプレイヤーが多いので戦っている場合ではない。ただでさえ本対戦が苦手な光一くんが乱戦に巻き込まれると足の遅さで離脱もままならずろくな目に合わない。しかし投資アイテムを残しておいてよかった。これなら周りの安全が確保できたのが確認できる。アクトワーク。今のはさっきとは別のジョルノだな。先ほどからチラリとブチャラティやハイディオ様の姿も見えたし、厄介なキャラばかりだな。引き続き姿を隠しながら奇襲を狙っていこう。さてだいぶエリアも狭くなってきたな。今度のエリアは隠れられる場所が少ない。外にいるプレイヤーに遠隔操作でスタンドを飛ばすところを見られて踏み込まれたら厄介なので、慎重に仕掛けていく必要がある。エコー！今のリゾットこちらの目の前を通ってたな。危ない危ない。そして下の方にハイディオ様か。食らわせ！死ねー！やっべ、近づきすぎた。居場所がバレて踏み込んでくるか。一気にとどめを刺してくれる！なんでって！なぜ殺人鬼のために僕がビクビク後悔してお願い神様助けてって感じに逃げ回らなくちゃならないんだ。フリーフリー逆じゃないか。かなりダメージを食らってしまったが、残しておきたくなかったハイディオ様は倒せたし、とりあえず安全を確保できた。他にも厄介なジョルノがいたが、このエリアは建物が少ないのでリゾットやブチャラティに狙われたらひとたまりもないだろう。よし、ジョルノが倒れた。以前私の場所は割れていない。スティッキーフィンガー入れたいか。攻撃するぞ。よし、ブチャラティがリゾットのアルティメットを食らった。これならどうだ。やり方はできて。待てよ、よく観察すると、こいつ弱点があるぞ。とどめだ、食らえ。俺は勝っていたのに。でもそこなんだな。お前の弱点はそこにある。あの位置関係でリゾットが上に登るルートは階段一つのみ。唯一のルートを体で塞いでしまえばいくら姿を消してもそこを通らざるを得ない。地形のおかげで向こうの射撃は通らないし姿を消せないから、アルティメットしか選択肢はない。こちらの体力はないが賞賛は十分にあった。それではご視聴ありがとうございました。